被るとか、宇宙船がないなら被るしかないし、でもしたらすごい怖いし。はい、もう始まってます。はい、皆さんこんにちは、長尾隆です。今日はですね、北海道に、来ております。チャンネルでも少々お話をしましたように、今日は、元北海道議会議員の小野寺、勝さんが今、ハンドル握ってらっしゃいます。はい、どうもお世話になります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は今、どこに向かっているんでしたっけ？これから富良野に向かってます。富良野ですね。はい。で、昨日はですね、ニセコで、ここに、大変な外資による土地買収問題、まあ、安全保障上に関わるんじゃないかって、まあ、そんな観点で予想しながら行ったんですが、まあ、全然違う、まあ、意味合いでの課題が見えてきました。ね、あの羊蹄山綺麗でしたね。あ、羊蹄山綺麗でしたね。なかなか見えないんですよ、あれ。北海道の方からすると羊蹄山というのは、まあ、どんな意味合いがあるんですか？いや、とりあえず北海道で一番、まあ、有名な山みたいな。僕のですね、この頭の形も羊蹄、あ、キツネですね。あ、キツネだ。ちょっと待って。本当だ。あげたらダメなんですよ。キツネだ。これどうしよう。これどうしよう。どうする？あ、これ、ここですね。これでもエキノコックスがいてですね。ああ、なるほど。エキノコックスね。気をつけましょう。これ餌をあげるから寄ってくるんですね。じゃあ今ちょうどキツネがいましたんで。はい、話途中になっちゃいましたが、はいはい、北海道の方にとって羊蹄山っていうのは。羊蹄山は北海道を代表する山の一つで、僕の頭の形が羊蹄山カットっていうことです、ね。なるほど。あ、それね、床屋さんで言うとその頭になる。違う。僕が名付けて羊蹄山カットと言ってると。いうぐらい北海道の代表の山ですね。はあ、なるほど、うん。でも本当に綺麗で、で、まあ、現地のね、くっちゃん町議の田中、はい、よしとさんのご案内で行ったんですけど、やっぱオーストラリアの、ものすごくスキーが好きな方が、はいはい、最初やっぱ開発をね、始めてというか、まあ、今回のスキーやっておりませんけれど、まあ、スキー好きの方にすると、目の前に羊蹄山が見えて、こうだーっとこう滑走していくと、で本当であれば、まあ、あ、トンネルですね、ちょっと一回切りますね。まあ、国有地が大手のデベロッパーに売却されて、はい、ということで、ところがそのデベロッパー自体が外資にやっぱ売っちゃうというようなことで、まあ、詳細はちょっと今日はお話ししませんけれども、やっぱり私今回思ったのは、まあ、羊蹄山っていう素晴らしいね、自然の資産がある中で、日本人がね、やっぱり二足三本の土地にね、付加価値をもっとちゃんとつけて世界の大金持ちをこう呼び込んでくるっていうことを日本人がやんなきゃいけないのに、現地行ってみると外国資本がやってるという点では、なんかこうクールジャパンを外国に取られた感がしてね。その辺は小野寺さん、ご感想は どうですか、現地の方として。本当にその通りで、まあ、日本もビジットジャパンということで、まあ、外国人を呼ぼうとするときに、どれだけ素晴らしいんだっていう PR を、まあ、ほとんどできなかったっていうか、こんだけ素晴らしい資源があるのに、それをちゃんとブラッシュアップして発信できなかったっていうことが問題で、今、富良野に向かってますけど、はい、富良野も素晴らしい雪質なんですけれども、それに、まあ、道民も日本の人たちも気づいていなくて、で外資がこれだということで、今ニセコのように、まあ、乱開発が進んで、まあ、一部のエリアはですね、その宅地のエリアなんですけど、7割の宅地が外国に買われちゃってるんですよ、7割ですから、その、まあ、エリア全部ですけど、そう考えると本当に日本人が本当に素晴らしいものっていうものをこれからもう一度再発掘していかなきゃならないんじゃないのかなと思いますけどね。やっぱりね、そのね、クールジャパンっていうのは、日本がちゃんと主導を取らなきゃいけなかったところをね、もう外資の方々に
アイデアを全部取られてしまってるっていう点で、ちょっと違った意味でのね、その日本のだらしなさ、これをちょっと痛感しました。でリゾート施設が山の中に今まで人が住んでない、上下水道なんて当然ないところにこっそんと出来上がった時に、行政が上下水道のね、設備をしっかりと対応しなきゃいけないっていう覚書きが、あったということで、で倶知安町が一般会計予算が大体90億、その90億円台ですね、から100億ぐらいの中で上下水道を整備しようと思うと、72億、72億から75億とか、ね、75億ぐらいまでの、もう完全にこう行政のね、バランスが悪い、で田中町議にもね、僕お聞きしたんですけども、いや地元にも結構利益が落ちてるんじゃないのかって聞いたら、大手のデベロッパーでないと開発ができない巨大な高級な、リゾート開発だから地元では対応できないと、工事の業者さんも全部外の方、っていう話でしたね。まあでも飲食業はどうですかって聞いたら、いや飲食業って言ったってね、欧米の超大金持ちが外に行って居酒屋でお金落とすようなそんなとこじゃないんでね、そういう点で、地元にはあんまりメリットもない一方で、地元は行政の負担が想像以上に大きいというようなことが明らかになりました。ですから僕昨日ね、二足に行って、思っていたその課題と全く違う課題が浮き彫りに、なりました。で今日の富良野は、いわゆる安全保障上、そうです、防衛の安全保障上の問題だっていう、はいはい、今日はちょっとどんな問題があるんでしょうかね。今日はですね、まあ、その中国の人民解放軍の元軍人が、まあ、広大なエリアを買って、まあ、仮登記だけをして逃げていて、実際そのエリアですね、何も人もいないのに道路を作ったり、まあ、その何ですか、水がその流れるようなそういう薄いマスを作ったりしていて、ただ逃げていて転売をかけているので、売った方は全額お金をもらえられてどうしようという形で、もしかするとそれが長年ですね逃げ回ったらお金を払わないで中国共産党軍の元軍人の一派が日本の土地を所得してしまうかもしれないという問題があって、それが実はそこだけじゃなくていろいろな場所で起こっているので、そういう実例ですとか、あとはまあ、演習場だとか、駐屯地があるんですけど、自衛隊の、その周りが相当危ないことになっているということを、まあ、長尾先生と一緒に視察をするという調査ですね。はい、ありがとうございます。まあ、重要施設と、まあ、周辺のね、利用規制の法律が成立して、います。で、あれは5年ごとに、まあ、見直すことになってるんですけども、まあ、あらかたざくっと説明すると、規制をかける以前にもっと調査しましょうっていう、まあ、法律の領域を出ないんですけれども、昨日見たところは防衛施設でもなく、まあ、海上保安庁の施設でもない、今作られた法律の対象になってないところなんですが、今日のは確実にその対象になるということですよね。はい、で、まあ、やっぱり日本の法律っていうのはよく言われる言葉が立法事実、つまりその法律を作らなきゃいけない何らかの問題があるのかないのかということで、まあ、裏返せば問題がないことはあまり法律にできない、だけど予見性を持ってこういう法律作んなきゃいけないっていう時に予見性の限界があるからっていう、まあ、妙なへりくつでもってですね、土地の規制法案あるいは利用規制法案が今日も放置されてきてしまったということですが、例えば今日視察する中で今この瞬間まだ問題は起きてないわけですよね、起きてないですね、軍事上のね、安全保障上のね、だけど
予見性があると、うん、はい、でここをどう法律に今後、うん、5年経って今の法律に盛り込んでいけるかどうかっていうところ、はい、その辺はやっぱり確認今日はできるもんなんでしょうかね、はい、やっぱり見ていただいたら、まあ、その予見性っていうのは十分わかるんですけれども、うん、危機管理っていうのは最悪の状況を想定してそうならないように手を打つっていうことも非常に重要だっていうことで、それで法律との整合性が取れていないので、うん、まあ、現状を見ていただいて、やっぱり今のような、まあ、規定で、まあ、法律作ってたら間に合わないよねっていうことを先生に分かっていただきたいということもあります。わ、はい、かりました、はい、まあね、どうしてもね、あの後手後手なんですよね、うん、あの法律っていうのは、うん、繰り返しますけど、立法事実、法律を作んなきゃいけない何か事実があってから法律を作るということになるんで、これ皆さん専守防衛と一緒ですよ。専守防衛っていうのは誰かが被害を受ける、命を落として初めて防衛に接するという概念になってます。土地の問題も何か問題が起きてようやく政府が腰を上げた、だけれども今の現時点では予見性を前提とした法律になってないんで ね、 そうですね。まあここはね、やっぱり米国はもう法律に、書いてあること、うん、できもしないことも全部ね、あの法律の中に盛り込んでる。で、ね、まあ、日本の法律はね、できないことは書かない、うん、だけど書いてあることしかできない、うん、まあ、外国の法律というのは予見性というちょっとのりしろがね、相当幅広く講じられていますんでね、ちょっとその辺の、悪い意味での日本の立法文化の限界やなんかもね、今日残念ながら感じざるを得ないのかなということを思っておりますので、はい、じゃあ、またあれですよね、あのチャンネル桜北海道の、はい、今日は何時からライブ配信？6時からですね、はい、はい、あの空港を飛び立つ前のですね、はい、長尾先生の、まあ、そのまとめという話をしてもらいたいと思います、はいはい、これはあのチャンネル桜北海道で、はい、6時から、ね、ライブ配信を、はい、するということでありますので、はい、皆さんぜひお楽しみにいただきたいと思います、はい、じゃあ本日は、これにて失礼をさせていただきます、はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様、極めて安全運転でございます。はい。はい。